さんこんにちは、野球 YouTuber のうこです。今回の動画なんですけども、皆さんに2点ご報告がございます。まず1点目なんですが、この度 NPO 法人バイタルプロジェクトという法人を立ち上げまして、その理事長に僕が就任いたしました。この法人は何かというと、生い立ちや置かれている環境下を理由に将来へのモチベーションが非常に下がってしまった子どもたちを、僕ら大人がスポーツを通じて元気づける。そして逆にその子たちが成長していた時に、逆にそういう環境下に置かれた子どもたちを元気づける、そのような人を育てる環境づくりを目的とした法人です。このバイタルプロジェクトの活動メンバーは、先日動画でも挙げたんですが、僕がムコーズというチーム運営をしている、そのムコーズに賛同してくれた個人事業主の方々が理事メンバーとなっております。飲食店美濃橋駅前にあります気まぐれ屋という飲食店の料理長ですとか、あとは野球系 YouTube を動画で配信してます JBS 武蔵の下コーチなどが理事メンバーにもおります。大人と子供を融合させた新しいスタイルの軟式野球チームムコーズの活動をしていく中で、家庭の事情で野球のチームに入れなかったですとか、心臓病を患ってて思う存分野球ができなかった、そのような環境に置かれている子たちが僕の YouTube を見てくれて、ムコーズで野球をしたいと言ってくれて、それで笑顔になって帰っていく、そんな姿を見ていくうちに、これはね、全国的にもっとこういう少年たちがいっぱいいるんじゃないかと思いまして、今回ムコーズを含めた事業として、一事業としてこのような法人を立ち上げました。で、今主に活動しているこのバイタルプロジェクトの2つの軸があります。1点目が週に1回子ども食堂を開催しております。ここではモチベーションなどが下がってしまっている子どもたちに来てもらいまして、一緒に学校の宿題をしたりとか、あとはボール遊びをしたり、そして気まぐれ屋の店長が作ります温かいお料理を提供して、食育、そして教育、そしてスポーツを通じて元気になってもらう、僕らのバイタル活力を与えるような、そういう活動をしております。そして2つ目の活動がムコーズです。この2つの活動を軸として今荒川区内で活動しております。活動としましては、今年の5月から荒川区、そして社会福祉協議会の方々と連携を取りながら、5月頃から子ども食堂、そして合わせてムコーズを活動してきました。この僕らの活動を東京新聞さんですとかネットなどでも少しずつ取り上げていただきまして、活動の場を広げていきたいと考えております。僕らの活動内容をこうギュッと凝縮したそのような記事を概要欄に貼っておきますので、ぜひ見ていただきたいと思います。そして2点目の報告なんですが、お待たせしました。僕が9月頃から着てたんですが、こちらのムコーズ T シャツ、新しいデザインのものですね。こちらのシャツは、シークレットベースという、ヴィレッジヴァンガードなどでよくおもちゃを売っておる企業とですね、コラボした T シャツとなっております。大変恐縮なんですが、数と、サイズに限りがありますので、早めに、お買い求めください。こちらの、売り上げの一部を NPO 法人バイタルプロジェクトの活動の一部に、当てさせていただきたいと思います。僕の夢は、東京ドームや、プロスタジアムなので、親子運動会ですとか、あとはその、ムコーズ杯とか、そういうトーナメント大会とかをね、運営したいと、僕は思ってます。本当にこのバイタルプロジェクトのメンバー、まずは荒川区から、そして全国へと、こう元気をね、活力を与えれるような団体として活動していきたいと思いますんで、今後もどうぞ応援のほどよろしくお願いします。それでは本日の動画は以上となります。チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。本日もありがとうございました。